皆様お疲れ様です。小田急タイムです。1870年代明治初めのお茶の水、お茶の水駅は1904年開業。当時駅舎はお茶の水橋の新宿寄りにありました。現在の交番あたりです。1923年の関東大震災では旧駅舎も被害を受けました。1932年、新駅舎に移転。1960年頃、の明治大学。1969年、明治大学記念館前。こちらは亡き父が撮影したもので、2005年頃だと思われます。1954年開業の山の上ホテルがあります。多くの文化人が利用した老舗のホテル。こちらは明治大学の目の前に位置する病院。
1960年頃。左が日本大学、右が中央大学。そしてお茶の水は楽器の町でもあります。そして神田神保町エリアには人気のカレー店。古本の聖地と呼ばれる神田古書店街。そして今回お茶の水に来たのにはもう一つ目的があります。明治大学の博物館常設展示室。こちらは刑事部門、時代劇でおなじみの十手。かつての拷問器具が展示されています。